쉬잖아요. 도나리 도시 되죠? 날씨 왜 이렇게 춥냐 오늘? 일본의 겨울도 춥네. 진짜 너무 춥다 오늘. 자, 이제 어디 갑니까? 지금 타코야키를 먹으러 가려고. 타코야키 처음 먹는다 일본에서. 우리가 뭐 거의 벌써 4일차인데 타코야키를 처음 먹어보네. 오사카 무려 3대 음식이라고 하는데. 도대체 얼마나 맛있는 타코야키를 나한테 알려주려고 아직까지 아끼고 있었는가. 여기가 60년 동안 장사를 하셨다고. 60년 동안 타코야키만 만드신 분이야? 타코야키만. 아 진짜? 그런 데가 있다고 해서 한번 가보려고. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 타코야키 되きますか? 타코야키 되きます. 하이. 아, 10코 오네가이 되きますか? 가격표. 이거 지금 방금 넣어놓으셨다고 이렇게 주셨어. 김이 모락모락 난다. 그러니까 김이 엄청 모락모락 나네. 10개짜리야? 응. 10개에 300엔이야. 300엔 됐어요, 네. 싸다, 싸. 300엔, 2억 5천만엔이 마케토키마스. 에? 250엔? 나제ですか? 나데모 우치와 고나이다 10月に 上がったとこ ほんでね 上げたら 嫌やのにね あの客がね 上げな 怒ってきよね アホやから 自分ら商売してな あのあれやんか 流行ってへんやろ だから 10個買うと お金返してくれって どっとかれんでと思う 私 90やで もう 90 私韓国人だから300件には理解できないんですけどありがとうございます。원래 300엔인데 250엔으로 깎아주셨어. 왜? 그거 내가 잘 못 알아들었어. 食べたらあれやから入れときましょう。大丈夫。大丈夫です。何年ぐらいここでなさいました。70年。はい。 長いですよね。長いですよ。ここは20代からしてんのに、20代から。ああ。私あんた、あそこあの海外にも出てます。海外に。あ、本当ですか。北朝鮮、南朝鮮の人みんな多いですよ。ああ、そうなんですか。頑張ってください。ね。どこの国も一緒。戦争はしたらあかん。 私は何でこんなん言うたらね、全然味前子お父さんの5歳の時から、いないですよ。シベリアで変身せやから今ね、ウクラインナとかね、あのロシアのおっさん喧嘩したらあかんで。そうなんですよ。今ロシアの喧嘩したらね、変身せやからね、一つも食べられへんねんからね。外喧嘩はしたらあかんで、男と女、男同士でもそうね、喧嘩すんやったら何々がいらっしゃい。 大丈夫ですか。いやいや言うてね、ちゃんと。はい、どうも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 。はい、ど
したらダメ。もう絶対喧嘩はしたらあかん。下おじまよ、今日。すいませんね、お客さん。観光で来てはってね。今、買ってきましてはって。私しました。おばちゃん、おばちゃんいらない。あ、そうですか。うん、すいません。50円サービスしたってます。おいしいもんサービスしてもらいましたね。おいしいもん、がっかりになった。よけげそったへじしなば。本当によろしくね、お話。ありがとうございます。すいません、毎日なんか割引でしてくれますか。どうもありがとうございます。ありがとうございます。250円です。はいはい、どうも。何時から何時までなんか営業なさりますか。今は12時から。12時から、はい、12時から晩はね、6時半まで。6時半まで、はい、分かります。4時から4時半までお休みはないんですか。お休みはなし。
なし。毎日なし。そう、毎日やけどね。冠婚葬祭はあります。結婚式、葬式ね。あの、法事。結婚式な、葬儀式って。そうそう。いろんなところの。冠婚葬祭だけ、あとはなし。疲れてはないんですか？病院かかってるけど疲れて、なんぼでも薬も飲んでますよ。もう、たこ焼き 되게 부드러운 것 같아. 너무 젓가락 있어. 맛있다. 맛있어? 따뜻해. 아무래도 가격이 좀 저렴하다 보니까 문어가 엄청나게 크다거나 그런 건 아닌데 충분히 맛있는 타코야키. 맛있지? 맛있다. 여기는 맛보다도 할머니 정 때문에 더 오겠다. 그러니까. 거의 다 먹었어. 완전 부드러워, 타코야키가. 타코야키가 약간 좀 딱딱하고 바삭바삭한 데가 있는 반면에 여기는 되게 부드러운 편이야. 약간 계란찜 같은 부드러운 느낌이야. 그래서 나는 이 느낌이 더 좋은 것 같아. 맛있어. 소스랑 마요네즈랑 부드럽게 있어가지고 약간 그 부침개를, 부드러운 부침개를 계속 먹는 느낌. 맞아. 아, 근데 가격도 너무 부담없고, 10개에 300엔이면은. 심지어 이걸 또 깎아주시냐. 그러니까. 아주 맛있게 먹었다. 정이 엄청나다, 정이. 진짜 뭐 맛도 그렇지만은, 할머니의 그런 정성이랑 그런 열정 때문에 다음에 또 계속 오고 싶은 그런 것이다. 이거. 일본에서 한국의 정을 느꼈다. 카무코라 이거는 훨씬 맛있어. 오, 여기는 이 용이 인상적이다. 우와.